江戸に帰還した徳川家康は体制を立て直すと直ちに軍勢を率いて出撃した。家康軍は途中東軍諸大名の軍勢を吸収、陣容を整え、さらに西へと進撃した。これより先、九州では中津に隠棲していた戦国きっての策士黒田如水が加藤清正、立花宗茂らと結んで、そのほぼ全域を手中に収め、中央の動向を伺っていた。如水は関ヶ原の東軍敗北を知ると、東西どちらに加担するかを明らかにしないまま登場を開始、西軍の後を追った。西軍は九州軍迫るの知らせに富士の麓に陣を構築、東軍九州軍を待ち受けた。三成殿、関ヶ原での戦勝おめでとうございます。これからも豊臣家のことお頼み申しますぞ。ははっ、父上、ちょっとあれをご覧ください。騎馬鉄砲隊にございます。馬から鉄砲を撃つのか、使えるのか。大丈夫です、動かないでください。いかがです？つかんの。そうですか。雪村様、いかがでした？炎はなんと。ああ、皆麗しいと言うておられた。朝廷も関ヶ原の戦勝痛くお喜びじゃ。まもなく家康討伐の勅許も下されよう。秀頼公の関白就任、三成殿の右大臣就任も時間の問題かと。豊臣の天下は安泰じゃな。されど黒田如水の動き侮れまへんな。いつ我らに攻めかかってくるか。申し上げます、黒田如水殿、加藤清正殿、お見えになられました。通せ。これはこれは、お歴々お揃いですな。拙者も末席に加えていただけませぬかな。おお、如水殿は太閤殿下がその武略を恐れたお方、味方に加わっていただければ心強い。清正殿もようやく我らの義挙に加わる決心がおつきのようですが。のう、三成殿、この戦で家康を打ち破った暁にはわしに九州のうち六カ国、この清正には二カ国賜りたいが、いかがかな。我らは義によって集まりし、恩賞など考えておらぬ。それに恩賞のことは秀頼公がご沙汰あそばす。その話は戦の後にしていただきたい。相変わらずじゃの。我らは陣へ戻った方が良さそうじゃ。心配な。もし如水殿が裏切るようなことがごわしたら、今島津が蹴散らしもそう。それでは軍議を始めるといたそう。敵の布陣は物見の報告によりますれば、敵布陣はこのように。我が軍の布陣作戦はこのようにしたい。
この布陣でごわしたら敵を打ち破れまそう。見事な作戦にございます。軍議はこれまででございましょうか。うん。富士、源平の古戦場ですが、左近よ、兵士が滅びたは正義がなかったゆえじゃ。海の者らが勝てる道理はない。それは家康とて同じ。奴は太閤の威名を破り天下を私しようとして、義は我らにあるのだからな。行くぞ。者ども、この女性、亡き太閤殿下のご意向に従い、豊臣家のため一働きいたす。かかれ。女性、やはり裏切りおったか。食えない奴じゃ。徳川殿には愛すまぬが、俺も戦国の世の習い。拙者、これより西軍にお味方申す。おお。何？王道高虎が寝返ったじゃと。俺高虎、これがお主の真骨頂というわけか。許さぬ。正幸殿を失いました。それに家康を討ち取ったとの知らせ、未だ届いておりません。家康め。富士で敗北を喫した徳川家康は、諸将と今後の対応策を協議した。諸将は江戸への総退却を主張し、家康もそれを受け入れる。しかし問題は、誰がしんがりとなるかだった。なぜなら、しんがりは天下の剣箱根で自らを犠牲に西軍を食い止め、全軍撤退の時間を稼がなければならなかったからである。諸大名が躊躇する中、しんがりに名乗りを上げたのは井伊直政、榊原康政ら徳川直臣であった。東軍が箱根に達し、しんがりが布陣を始めた時、三成率いる西軍は箱根へ5キロのところまで迫っていた。あれは井伊直政、榊原康政、酒井家継、徳川譜代の武将たちですな。我らをここで食い止め、本体を江戸へ逃がそうということでしょう。いや、あれに見えるは家康の旗印ぞ。なぜ家康がここに。これぞ天の与えた好機なり。家康めが正々堂々向かってくるのならば、ここで家康を打ち果たしてくれん。行くぞ。殿の邪魔をする不届き者は、この康政が成敗してくれる。相手をいたせい。
の将とはな。友を叩いた安の名を恥ずかしめてしまった。無念なり。箱根を放棄、改装しております。さらに徳川四天王の一人、井伊直政も討ち取った模様。そうか、このまま関東になだれ込み、家康の息の根を止めてくれ。天下の形勢は豊臣家へ大きく傾いていた。1602年、豊臣秀頼が関白に、石田三成が右大臣に就任、五奉行五大老も新たに選任され、新豊臣政権が成立。徳川家康は朝敵とされた。三成指揮する西軍は箱根を越えて関東になだれ込み、上杉景勝もまた大軍を南下させ江戸へ迫った。これに対して徳川家康は奥州の雄伊達政宗を動かし、上杉軍を牽制するとともに、戦略的価値のない小次郎を捨て、戦力を江戸に集中させた。江戸で乾坤一擲の野外決戦を挑まんとしたのである。三成殿、富士での戦勝おめでとうございます。これからもこの世殿、いや秀頼公の力となってくだされ。Oh!